どうも、新田純一です。かっこいい。違う、これえ、何これをね、借りたんだけど、背筋が伸びるのよ、めちゃくちゃすごいんだ、これそうなんですよ、本当にいいので皆さんにもお持ちしました。有限会社杉浦クラフト、ミッションプライズジムドライブ、ジム椅子や車のシートで使えるクッションです。軽量で型崩れしにくいフレームを、通気がよく柔らかいウレタンとメッシュの表皮で包み込んで仕上げています。背もたれの形状が曲線を描き、腰から背中にかけて姿勢を意識させるような構造になっています。座面もセンターと両サイドが盛り上がり、お尻の形状に合わせた状態で支えているのがポイントです。中材を入れ替えて硬さ、厚み、位置などの調節が可能。自分にぴったりのシートを使ってみませんか。有限会社杉浦クラフトの杉浦武さんに伺います。どうぞよろしくお願いします。今お座りいただいてるので、簡単に言いますと姿勢を良くするためのサポートクッションなんですけども、背筋をグッと押される感じするよ、なんか理想的っちゃ理想的、なんだけど背筋も伸びてなんか疲れない、リラックスもできるっていうのかな、ね、一番の特徴は立体的に支えてるっていうところになります。お尻の部分はもうこんな感じで、あの好きな人はこう支えてくれてる。自分に合わせて調整ができるんですよね。そうです、オプションがついてまして3種類の性能の違う中身です。でそれを入れ替えることによって厚み、硬さ、位置をその人だけのサポートにカスタマイズしてもらえる、うんうん、素材も通気性が良さそうですもん ね、ポイントがこちらの一番 の、 あの特徴はここにフレームがこう入ってまして、それ以外は全てエアスルーになります。国内産の、生地を使ってまして、立体メッシュで防臭抗菌の加工をしてますので、もう気持ちよく使っていただけると、オフィス以外どの椅子でも大丈夫なんですか。まあ、基本的には自動車とオフィスの椅子にはこの専用ストラップで固定することができます。飛行機なんかの時はこれで持ってここからサッと出してポンと、で車なんかの時はやっぱり本当に長時間乗る時はベルベチパッドするんですけど、何それ、これを骨盤のとこにこう当てるんです。でカイヤさんにはこの車専用のちょっと大きめですけども、しかもこれはねリバーシブルで裏表を使えるようにして、いろいろ試してね、自分にぴったり合うやつを使いたいですね。本日は杉浦武さんに伺いました。どうもありがとうございました。